さんこんにちは。今回はフータオのコンボ動画ですね。今回はフータオを使う上で必須となる、コンボや注意点を紹介したいと思います。それでは、なぜフータオにコンボが必要なのか、という点からです。フータオ、多分やりキャラ全般の特徴かな？元素付与されてれば銃撃で必ず元素付着、元素反応が起きます。ですので、フータオのスキル中に蒸発をたくさん起こす上で、コンボ、銃撃を何回撃てるか、というのはかなり重要となってきます。ということで、フータオ初心者の方向けの動画となります。それでは進めていきましょう。はい、まず基本となるのがこちらの通常位置銃撃ジャンプキャンセル。見てわかる通り、攻撃ボタンを長押しにして、銃撃が発生した後ジャンプする、というもの。なぜダッシュではなく、ジャンプなのか、というと。はい、自分は1突していますが、銃撃とダッシュ。無突ではどちらにもスタミナを消費してしまうからですね。ピオナとかを編成してると多少はいいと思いますが、基本的には無突でスタミナを枯らさずに銃撃を1回でも多く打つために、銃撃の後ジャンプで硬直を減らせるので、スタミナを使うダッシュの代わりにジャンプを使用します。では、やり方のコツなんですが、全体的に練習して慣れが必要ではあります。こちらは、通常1回だけなのでボタンを長押しで良いです。入力が攻撃ボタン長押しとジャンプだけなので、複雑そうに見えてやってることはちょろいです。ジャンプするタイミングは慣れです。やってると分かってきます。こちらが基礎となるコンボです。続いて、コンボレベル2ですね。フータオの実装当時は通常位置銃撃が基本だったのですが、現在はコンボが開発されて通常に銃撃。というものが最も多くダメージを出せるコンボとなります。こちら、比較的難易度は高めです。通常2発目の発生速度が速いので、うっかりしてるとジャンプするタイミングを見失います。できればもちろんベストですが、必須ではありません。必須ではないですが、白衛装や運金を編成する方は必須です。通常攻撃バフをするキャラや武器の場合は大きく変わります。気持ちはやめにジャンプすることを意識すれば、慣れやすいかなと思います。あと稀なパターンですが、給湯樹みたいな、ヒットボックスが攻撃時点から斜めってる敵には、銃撃部分が若干当てづらいね。続いて、1突向けコンボ。はい、1突以上してればダッシュキャンセルが選択可能になります。ですが、こちらは注意点がございます。通常1銃撃、とする場合、原神はダッシュを短時間に2回までしかできません。探索でダッシュダッシュ、ってやるやつですね。こちら、フータオで通常1銃撃をする場合は引っかかります。ピングやフレームレートで多分若干ずれるとは思うのですが、たまに通常2銃撃や通常1銃撃ジャンプを挟むとベターです。そしてもちろんダッシュキャンセルでも通常に銃撃ダッシュがベターです。投射非ジャンプキャンセルの方がタイミング把握しやすい。この後紹介しますが、ヒットストップが増えるので、比較的効果時間を延長しやすいですね。続いて、特殊パターンです。特殊な敵、遺跡守衛と遺跡重機くらいしかいませんが、フータオの銃撃がすり抜けない敵がいます。そういう敵は下手にジャンプするよりも銃撃をすぐに通常攻撃を振れば、勝手に当たるので、ジャンプキャンセルや、一応ダッシュキャンセルもしない方が、安定的に立ち回れますね。あと、突っかえる分なんかダッシュもジャンプもしづらいです。ですので、べったりプレイでいいと思います。それから、妥協のコンボです。スタミナがどうしても足りない時はこちら。通常4銃撃です。こちらは、通常4回振りで2回付着をして銃撃で付着をするので、3回蒸発を起こせます。最終手段のコンボです。スタミナが足りなくて銃撃が出ない場合はとりあえず4回目まで振るのが、無難です。あと、とりあえず銃撃撃てなくても通常振りましょう。
何もしないよりかは全然良いです。はい、次はヒットストップによる継続時間延長についてです。通常はフータオのスキルは継続9秒 CT16 秒になるので、残り7秒のところできっちり継続が終了します。ですが、ヒットストップ、フータオのスキル中の攻撃を敵に当て続けると、という感じで、1秒近く延長されました。敵が多ければ多いほどこの効果は大きくなりますが。まあ、機械人間でない限り厳密な計算は難しいと思います。ジークシムとか見れば多分敵が1体の時の理論値の攻撃回数とかもわかりますが。このあたりはスキルが切れてるのを確認してからチェンジとかでいいかと思います。で、人によってはあんまり意味ない情報ですが。なぜ紹介したのかというと、フータオには PP スライドというテクニックがあって、フータオのスキル中の銃撃後に元素爆発を打つと、スキル継続時間がその間に終了していたとしても、フータオのスキル後のステータスで元素爆発を打つことができます。ですので、基本的にフータオのスキル終了直前に銃撃を打って、銃撃中に元素爆発を入力することがベターです。で、ここで厄介なのが先ほどのヒットストップです。微妙に効果時間が延長されるので、爆発の打ちどころを何かしらかを基準にしづらいんですよね。かといって、フータオの爆発は打たない意味がないので、打てるならば絶対にスキル継続中に打つべきものです。ですので、カジュアルプレイをする方は、継続時間が残り7秒になった後のタイミングの銃撃で、爆発を打つようにすれば良いかと思います。攻撃が少しでもヒットされれば多少は延長されるので、銃撃後に残り時間が7秒を切っていれば、爆発を打つというのがベターだと思います。という感じで、今回はフータオのコンボを解説していきました。皆さんいかがだったでしょうか？フータオはいかに銃撃を期間内に打てるかがすごい大事です。ですので、絶対に銃撃とスタミナの管理はしましょう。そうしないと性能の半分も出せていないと思います。皆さん、練習頑張ってください。という感じで、今回の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか？高評価チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画もよろしくお願いします。さようなら。